彼はね、もう本当に自分のことよりもその共演者だったり、あのスタッフさんだったり、そういう方たちを自分以上に見て、自分以上に大切にしてる人だったので、常に誰かのことを気にかけて、常に周りのことを見て、で誰かがちょっと元気なさそうにすれば駆け寄ってって、どうしたのってすぐ声をかけるような男なので、うん、座長としてもそうですけれども、人としてもう本当に素晴らしい男です、うん、ね、今日朝から回って、PR させてもらってるんですけれども、もともとこの龍馬の役を正式にオファーをいただく前に、春馬とご飯食べてたんですね。でその時に春馬から、今回天柄門という映画をやるんだけど、僕が五代という役をやるんだけど、そこで坂本龍馬を初演にやってほしいんだという話をされてですね、まあ10年以上経ったから一緒にやりたいねっていう話をしてて、まあ、もちろんね、あの春馬がそう言ってくれるんであれば俺は全然やりますよっていう話をして、じゃあ正式にオファー来るの待ってますというとこからあの始まったんですよ。でまあ僕が、現場にこうセリフ合わせだったり行けない時が、まあ、やっぱ皆さんスケジュールが忙しくてなかなかこう会えない時に、春馬が読み合わせしようって言ってくれて、でサーフィン行く車の中とかと、あとは普通に電話とか、あとちょっと会えない時間があった、そう作って、で読み合わせをして、で二人でやっといて現場に入ったという感じですね。リハーサルの時に翔平君がいない時なんかはちょっと僕も不安になるじゃないですか、読み合わせみんなあのいるんですけれども、東京帰ってからちゃんとこの雰囲気伝えて読み合わせしとくからって言ってくれて、いやだからすごく、あ、分かった、あのよろしく頼むって言って、次来た時にはもう完璧にあの役になって、リハーサルというかそういうこう読み合わせで翔平くんがもう作ってきてるんで、すごいそういう意味ではこういいコミュニケーションというか、現場で本当になんかこう座長として素晴らしいこう役目を果たしてくれた。五代さんが英語を使って交渉をするシーンがあるんですけど、あの私三浦春馬さんとあの英語を習っていた先生が一緒で、お芝居で実際に英語を使ってやられていたので、そうか、そりゃそうか、うまいなって、なんかこうぐーっとこう私ももっと英語頑張ろうって思うようなシーンでした。大きい母にならなきゃと思ったんですけれども、一番それを助けてくれたのが春馬くんで、あの撮影当日行った時に、あの私も久しぶりに会えて嬉しいなと思ったんですが、本当に駆け寄ってきてくれて、あの筒井さんの主演の映画見ました、拝見しました、素晴らしかったですって言ってくださって、本当にあの天柄門のもう準備の忙しい時だったと思うんですが、本当にそれはそれはもう本当に心遣い嬉しくて、そして私も春馬さん の大好きな作品のことをお話ししたんです。でもう大好きで今も DVD で見るんですよってお話をしたら、春馬くんが あの時はね難病の役でなんか思いっきり役に入り込んじゃって、ちょっと周りに迷惑かけちゃったかななんて可愛らしく言って、その姿が本当にひたむきで純粋で本当に友達だなと思ってしまって、あの本当に役作りすることなく、あの彼に寄り添えば私は母になれると思って本当にあの感謝してます。私もその正式にオファーをいただく前に春馬くん本人に、その時も私もご飯を一緒に食べてる時に、なんかおもむろに企画書を取り出してなんか今度こういうのやるんだけどやらないみたいな感じで言ってくれて、あれいつからプロデューサーになったのみたいな、ずっと前からねえ、すごい、なんかそういうこともするんだと思って、本当に配慮の男なんですよ。本当にまっすぐだし、いいものをいい作品を一緒に作りたいって思って、多分彼の腹に落ちた時に彼はなんかこう陰でちゃんとこう支えてくれていた。僕実はあのこういう話を聞くのはこのキャンペーンになってからなんです。だから春馬くんに翔平くんどうだろうかとか蓮佛さんどうだろうかって話をして、彼の中でよし彼女とだったらとか彼とだったらっていう人を彼自身が裏でちゃんと支えてくれてたっていう か、すごい作り手にとっては
ありがたいですよね。残念ながら、完成を見ずしてなんですけれども、あのアフレコの時にあのラストのところのシーンをアフレコで来てもらって、その編集のその一部分を見た、それだけなんですけども、ただその時にも本当にあの彼はにこやかにその作品を見てて、いやあの時本当に僕頑張ったんですよって、その時後ろ涙をこうあのちょっとかぶってて、すいませんあのちょっとすごい頑張ったんですごい感激しちゃいましたっていうことを言ってて、あ本当にこの作品に向かって真摯に頑張ったんだなっていうのはその時に思いましたね。